ご参加の皆様、世界が新型コロナウイルスの危機に直面してから2年猶予。我々はこの間、多くを学び、ワクチンという強力なツールを手にしましたが、今なお世界にはワクチン格差が残されています。この感染症を真に克服するためにも、世界のあらゆる国や地域で、 ワクチンへの公平なアクセスを確保し誰の健康も取り残さないことが鍵となります。今こそ我々の結束を行動で示し危機を乗り越えるためのさらなる一歩を踏み出さなければなりません。我が国はこれまでにコバックスへの合計10億ドルの財政的貢献に加え 4,300万回分以上のワクチンを各国・まあ地域に供与してきていますまたコールドチェーンの整備など接種体制の強化やワクチン・機費対策などを目的として約1.6億ドルのラストワンマイル支援を計77カ国・地域で展開しています また現下の新型コロナウイルスの変異への対応さらには将来のパンデミックへの備えのために先般セピに対する3億ドルの新規拠出を表明しましたさらに本日ワクチンの公平なアクセスの実現を強力に後押しするためのさらなる貢献として我が国は コバックスに対しこれまで拠出済みの10億ドルの貢献に追加して、今治増資や取り組みの状況を踏まえつつ、最大5億ドルの拠出を行うことを表明いたします。世界の隅々までワクチンを届けるため、人間の安全保障の理念のもと、それぞれの国や地域のニーズを踏まえた。 きめ細やかな支援を行ってままいります今後とも我が国は関係国や機関と緊密に連携してユニバーサルヘルスカバレッジの達成そして新型コロナの克服に向けた国際的な取り組みを牽引していく決意です。ありがとうございました